は先生を預けてですね、神楽坂にお散歩に来ております。今日のファッションチェック、神楽坂なのでこのアーミーグリーン的な色のジャケットを選びました。今お昼食べるところを探してます。すごいね、雰囲気が。なんかなんつーの、モダンみたいな。どこ行くんでしょう。店がやってないから。あ、店やってなかったの。まだまだ。あ、そういうことね。あ、そういうこと。やばい、この路地裏めっちゃいい。見てよ、この美容室。あれ、雑貨。あとこういうの好きじゃん。こういう絵。これ絵なの？あ、絵なの。飾れるやつが。いいなこれ。これからだと思う。そう。ね、12時からの店が結構多いもん。人が俺流に行きたい行きたいとうるさいですね。中目黒にもありますし、渋谷にもありますし、まあ結構割と都内はどこにでもあると思うんですけれども。食べ歩きなんで。食べ歩き？俺流食べ歩きましょう。どういうこと？結局入りました、俺流。何？いいやん。まあ、ベビーカーあるとね、なかなかラーメン屋も難しいから。チーズ混ぜそばにしました。あれに感じる。うまいじゃん。うまい。うまいって。のりうまいじゃん。のりってめっちゃ合うから。ほら。うまい。のりが。のりもっと入れよう。上のり。のりうまい。のりってめっちゃ合う。海苔ってこんな高いんだろう。海苔って高いよね。国内で取れるのね。同じじゃないの。やっぱベビーカーないとダメだ。海苔がないときつい。全然違うんだけど。海苔がないときついじゃん。ベビーカーないとダメだな。一ミリも合ってないんだけど。有馬温泉の時、丼
動画で1ミリもそんな素振り出せないけど、めっちゃイライラしたからね、この人ベビーカーあ、俺、うん、うん、それはでも子供嫌いみたいなのやめて。いやでもあんなのベビーカーで行くとこじゃないでしょ。頑張ったけど。いや頑張ってやったら多くてさ、うん、本当に細い路地さ、うん、エスカレーターなんてありませんから、エレベーターか。昔はさ、そんなベビーカーすらもなかったからさ、なかった。俺が当たり前だったよ、冷静でそれが俺が。ああ、うん、でも逆にこう普段のこのベビーカーないだけでこんなに幸せを感じられるっていう、うん、仕事も一緒だと思うんだよね。楽なことばっかりしてても面白くないから、普段しんどいからちょっと楽しいのではない。何、今楽なことばっかりしてるからそういう発言なわけ。これ、うん、こんなことでも帰ってくるの遅いじゃん、うん、最近遅すぎでしょ、帰ってくる、うん、俺も聞いてる、自分で。後輩さ、11時半までってやばくない？遅くまで残らなきゃいけない雰囲気とかがあったからじゃなくて、俺が残りたいと思って残ってるから、うん、ちゃんと残業代出てんの？もちろんもちろん。タイムカードとか押そう、うん、潜ってるか、もう書くの、そうなの。で、パソコンのログインで、パソコン開いたまま書いたらどうなの？お前さ、やばい久々にチャーシュー食べた。最近路地裏にハマってる私は大興奮です。撮りたいところが多すぎる。路地裏募集したら撮ってほしい路地裏ある人。どういうこと、どういうこと、どういうこと、町から応募が来るってこと。そうそう、あのこれ路地裏、あっちも行って適切に応募ある。あガーバシでいい感じのカフェを見つけました。果たして店員さんは家族だったのか兄弟だったのかという話をして終わりました。きっとその話だ。